でも火が通ると思うんですけど、まずはじゃがいもを剥いて、スライスします。はい、お塩したかったキャベツ用意してください。この辺にすると映るかな。はい、映ってます、映ってます。開いてサーモンを乗せます。でもしこの時ちょっとキャベツがちっちゃくてサーモン乗らないわっていう時は、こうお魚柔らかいのでこうキュッとちょっとね押してやるか、もしくは少しこうちょっとあのとろっとしてるぐらいの感じ、うんうん、大丈夫です、うん、なってるし、それもあるし、やっぱりこうホイッパーとかでぐじ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 混ぜていくと、うん、こうなんだろうな、こうでんぷんの粘りみたいなのも出てくるので、うん、こんな感じでふわっと綺麗な色になってるのが見えるかな、うん、こうやってねつけてあげた方が色が綺麗です。グリーンとピンク、そうですね、ちょうど中のピンクとすごい綺麗です、うん、春らしい、うん、そうなんです。おいしそう。ちゃんとフォークとナイフで食べてくださって、うん最高。もうノリがよくってありがとうございます。さすがありがとうございます。おいしそう。みんないただきます。ね、本当一緒に作ってくださって嬉しいです。おいしい。マッシュポテト美味しいですか。ありがとう。今ねつけて食べても確かに、そうそう、うん、マッシュポテトもソースの一つみたいな感じで食べていただいても美味しいです。